どうもキクロシンです。今日はホリエモンの多動力という本から仕事に役立つ3つの考え方をご紹介します。彼の言葉にはトゲがあって苦手な方も多いかもしれませんが、物事を本質で捉える考え方や意見から新しい気づきを得られることも多々あります。へえ、なるほど、確かにと頷ける情報から、知らなかった、これは真似したいと思う人生のヒントまで得られることもあり、僕自身よく学ばせてもらっています。それではまずはじめに、多動力とは何か。ホリエモンは多動力とはいくつもの異なることを同時にこなす力のことと定義しています。いくつものことを同時に行うと聞くとマルチタスクをイメージするかもしれません。マルチタスクとは、例えば会議に参加しながらメールチェックもしてパワーポイントも作成するなど複数の仕事を同時進行することを言いますが、ホリエモンの言う多動力はこれとは異なります。この本を読んだ人によって解釈の違いはありますが、僕はこう受け取りました。多動力はたくさんの能力を組み合わせて発動できるスキルであると。一つの業界、一つのスキルにこだわらずに、あらゆることに着眼して学びを深め、はしごすることで得られた学びが掛け算になって、新しいサービスやプロダクトを次から次へと生み出すことができる人になれます。多角的に物事を捉え、深く考察できる視野の広い人間になれます。全てのものがインターネットでつながれていく、産業ごとの壁が崩壊していく今の時代だからこそ、多動力のある人が求められているというのです。そうは言っても、それはホリエモンだからできるんじゃないのかというご意見もあるでしょう。僕もそう思います。しかし多動力の考え方には、一ビジネスパーソンでも参考になるものがいくつも存在します。今回は仕事をしていく上で役立ちそうなものを厳選してご紹介しますね。1つ目です。3つの肩書きを持てばあなたの価値は1万倍になる。結論は、肩書き3つで特別な存在になれるということなんですが、ホリエモンは一つのことに1万時間取り組めば誰でも100人に1人の人材になれると言います。3分野をマスターすれば100人に1人 ×100 人に1人 ×100 人に1人で100万人に1人の人材になれると言います。例えば、今やテレビで見ない日はないぐらい有名なマツコ・デラックスさんですが、彼女はゲイ雑誌の編集者、コラムニスト、女装タレントという3つの肩書きを持っています。これらの掛け算によって他の人にはない独特な味が出せるのではないかと僕は思います。編集者やコラムニストの仕事は、世間の意見をまとめたり整理しながら自分の意見も書く仕事です。彼女がズバズバと何でも感じたことを口にする姿で世の人を引きつけているのは、こういった経験があるからではないでしょうか。ではここで一旦話を戻します。僕たち一般人が自分の価値を上げるために何ができるんでしょうか。ホリエモンの言葉通り、5年スパンで転職を繰り返してキャリアアップ、もしくはキャリアチェンジするのは一つの方法ですが、時間がかかりますよね。もっと現実的に、より早く短時間のうちに職を変えずとも自分の価値を上げる方法があります。それは自分特有のスキルを伸ばすことです。あなたの得意な分野、好きなことを少し発展させれば、もうそれで他に替えのきかない魅力ある人になれます。例えばこんな感じです。手相占いができる販売員、エクセルが得意な営業マン、コーチングの資格があるマネージャー。手相占いができればお客さんとの世間話に花が咲きますし、占い好きなお客さんは定期的に通いたくなりますよね。エクセルに秀でていれば業務の効率化や課題の発見の面で頼られる存在になります。コーチングが上手なマネージャーの下で働けば、部下も最大限の力を発揮できるでしょう。このように、今の自分にちょっとした付加価値を見出すことで、誰でも短期間で特別な存在になれるんです。続いて2つ目です。手作り弁当より冷凍食品の方がうまい。結論は、いつも完璧である必要はないということです。弁当は手作りでないとダメだと思い込んでしまうと、毎朝早起きしなきゃいけないし、ストレスを抱えて子供や夫に八つ当たりしてしまうことにもなりかねません。これでは本末転倒だから、たまには冷凍食品にしたり、お金を渡してこれで好きなものを買ってと言った方がいいとホリエモンは言います。仕事も同様に、一つ一つに 100% の力を出して全力投球しなければ不誠実と思わなくても大丈夫なんです。 100% の力はここぞという時のために取っておいて、普段は肩の力を抜くことが大切です。これを証明したのが、今は亡き漫画界の巨匠、手塚治虫だと思います。彼はアニメ「鉄腕アトム」を制作した時に、スタッフに次のように指示したと言われています。手を抜け、ミスを修正するな、同じ絵を何百回も使え、手抜きがバレそうになったらたまにはこれ、思わず耳を疑ったかもしれません。しかし、この言葉の裏側には、限られた環境の中で最高の仕事をせよというメッセージが隠れていました。30分のアニメを作るには3000枚程度の絵が必要になりますが、その当時限られた人手と時間、予算の中でそれは不可能でした。
そこで彼は枚数を増やさずに動画っぽく見せる、一枚の絵の中に動きを表現するといった技術を追求し、結果的に1200枚の絵で仕上げたそうです。さらに新しく絵を描かなくて済むように、アトムの笑う、泣く、驚くといった感情表現や、体の本体、雨、風、雪といった天気を使い回しました。彼は言います。手を抜いたからこそストーリーの面白さと情熱に 100% の力を注ぐことができたんだと。僕たちの仕事についても同じことが言えます。全てのタスクに 100% の全力投球をしていてはいつか倒れてしまうし、残業続きで余裕もなくなってしまうでしょう。そうならないためにも、この仕事は70点でいいやと踏ん切りをつけて妥協することが大事で、それと同時にどうしたら普段やっているこの作業をもっと短時間で遂行できるだろうかと考えて工夫することも大切です。限られた時間と与えられた条件の中で最高の仕事をするためには、完璧主義であるよりも完了主義を目指す方がいいとホリエモンは言います。完了主義を目指すことで、あらゆる仕事をサクサクこなし、より多くの経験を積むことができるので、多動力も備わっていくんです。3つ目です。恥をかいた分だけ自由になれる。結論は、恥や失敗をどんどんしよう、3日経てばみんな忘れるんだからということです。ホリエモンは多動力を身につけるために一番の障害になるのが、自分は他人からどう見られているだろうかと思い悩むことで、恥ずかしい思いはしたくない、失敗したくないという感情だと言っています。他人がどう思うかを気にしだしたら、確かに最初の一歩が踏み出せないし、なかなか挑戦できませんよね。彼は言います。誰もあなたには興味がない。人は自分のことすらちゃんと覚えていないのに、他人のことまでいちいち覚えていられない。人間の記憶や関心なんてそんなもの、3日経てばみんな忘れると。確かにそうだなと思います。僕も思い出せません。自分以外の他人が失敗して大恥かいたことを今真剣に思い出そうとしても、誰一人思い出せないんです。絶対に何かあったはずなんですけど思い出せません。僕の周りの人にも聞いてみましたが、ほとんど言える人がいませんでした。ということは、人は他人に対して想像以上に興味がないんだなということがわかります。あなたも試してみてください。きっと自分を除いて恥をかいた人なんて出てこないのではないでしょうか。だから大丈夫です。失敗を恐れずに、いろいろなことに興味を持って挑戦しましょう。自分の意見を発言したり、企画やアイデアを提案したり、他の誰も手を挙げてなくてもあなたから進んで手を挙げて質問してみたり、試行錯誤して見つけた新しい方法で仕事をしてみたり、やりたかった仕事に向けて転職をしたり、独立したり、自分の気持ちに正直になって行動してみるんです。たくさんチャレンジするということは、たくさんの失敗から学びを得ることになり、それを糧に成長できます。興味を持ってあらゆることに専念すれば、知らず知らずのうちに多動力も身につくでしょう。最後まとめです。多動力とは何か。たくさんの能力を組み合わせて発動できるスキルのことでした。一つの業界、一つのスキルにこだわらずに、あらゆることに着眼して学びを深め、はしごすることで得られた学びが掛け算になって、新しいサービスやプロダクトを次から次へと生み出すことができる人になれます。また物事を多面的に見ることもできるようになります。多動力を身につけることで、仕事は楽しくなり、充実するだけでなく、他に替えのきかない存在に、価値ある人間になれるというのがホリエモンの考えです。この多動力を育てる上で僕自身大切だなと思ったのは次の3点でした。1つ目は、肩書き3つで特別な存在になれるということ。2つ目は、いつも完璧である必要はない、ここぞという時に 100% の力を出せればよくて、それ以外は肩の力を抜くということ。3つ目は、恥や失敗はどんどんした方がいい、3日経てばみんな忘れるのだから気にしないということです。次から次へと新しいことを体験して、自らの知識と経験を増やしていくことは財産になります。挑戦したいと思っていたことがあったら、これを機にぜひ始めてみてくださいね。本日もご視聴いただきありがとうございました。それではまた、さようなら。